こんにちは、エヴァトたけしです。今回は、嘘ばかりつく自分を幸せにするためにはどうすればいいかというテーマでお話ししていきたいと思います。欲しいものとは自分を幸せにするために必要なものです。自分を楽しませたり、喜ばせたり、気持ちよくさせたり、心地よくさせたりするものです。 欲しいものを手に入れるためには自分が欲しがっているものを自覚する必要があります。私はチョコレートを欲しがっているんだとわからなければチョコレートを手に入れるための行動を起こすことができません。欲しいものを手に入れて自分を満足させるためには私はこれを欲しがっているんだと気づく必要があります。しかし私たちは欲しいものを手に入れて自分を満たしてあげたい。 と思ってもなかなか自分が欲しがっているものに気づくことができませんなぜなら私たちは自分が欲しくないものを手に入れるという経験をしないと自分が本当に欲しがっているものを知ることができないからです私たちはこれが自分が欲しいものかもしれないと思ったものを手に入れていき私が欲しがっていたのはこれじゃないという経験を何度もすることでだんだんと もしかして私が欲しがっているものはこういうものかもしれないと気づいていくことができます。自分を幸せにするものを手に入れるためには自分を幸せにしないものを経験しなければいけません。これを手に入れても幸せになれなかった。これをしても幸せになれなかったという経験をたくさんする必要があります。これを手に入れたら幸せになれるかもしれない。 とひらめくたびに行動を起こして私が欲しがっていたのはこれじゃなかったという失敗を何度もすることで自分が本当に欲しがっているものに気づいていくことができます人間は自分に嘘をつく生き物です私たちは本当は欲しがっていないのに私はそれを欲しがっているんだという嘘をつきます本当は欲しいものがあるのに 私はそれを欲しくありませんという嘘をつきます。本当はモテたいと思っているのに、モテようとするのは馬鹿のすることだよと考えたりします。本当は愛されたいと思っているのに、私は一人でも大丈夫ですからと自分の欲望を否定したりします。自分が欲しがっているものを手に入れるためには、自分が自分についている嘘に気づく必要があります。 自分を幸せにするためには、欲しいのに欲しくないふりをする、欲しくないのに欲しいふりをする、という自己欺瞞に気づく必要があります。自分の心に欺いている自分に気づくためには、私はこれを欲しがっていなかったんだ、という経験を何度もする必要があります。あなたが一番欲しがっているものは、こんなものを欲しがってはいけないんだ、 と厳しく禁止しているものだったりすることがあります。そして、一番欲しいものを自分に与えないために、私が欲しがっているのはこれなんだと違うものを欲しがっているふりをする。つまり、自分に嘘をついていることがあります。ということで、自分が好きと感じたことをどんどん自分にやらせてあげて、私はこれを好きじゃなかったんだと気づいていってほしいと思います。 したいと思ったことをどんどん自分にやらせてあげて、私は本当はしたくないのに、したいふりをしていたんだ、と気づいていってほしいと思います。自分についている嘘を暴いていくことで、もう自分に嘘をついても無駄ですよ。本当に欲しがっているのはこれでしょ、と自分に教えてあげましょう。そして、欲しいものを欲しいと思ってもいいんだよ。自分が一番欲しがっているものを、 手に入れてもいいんだよと自分の欲望を肯定してあげてほしいと思います私は自己欺瞞に気づくことができます私は欲しくないのに欲しいふりをしている自分に気づくことができます私は欲しいのに欲しくないふりをしている自分に 気づくことができます私は自分についている嘘を見抜き本当に自分が望んでいるものを自分に与えてあげます私は自分の欲望を肯定します私は欲しいものを欲しいと思ってもいいんだよと自分に語りかけています 私は一番欲しいものを手に入れてもいいんだよと自分に語りかけています私は自分が一番欲しがっているものを自分に与えてあげます私は自分が本当に求めているものに気づくことができます私は愛されたいと思ってもいいんだよ と自分に語りかけています。